新しいスマホ立て。あけおめ、あ、ほんまや、あけおめ初めてした。あ、本当ですか。あけまして、うん、あけまして、あけまして初めてしたあけまして初めてした。あけおめ何してました。正月、正月は初詣行って行ってましたよね。そう、あの知り合いの方のお家にお邪魔してました。インスタに載せてた。なんか、うん、ありがとうございます。初詣行ってないねんな。結局行こうと思って、でも今年なんかおみくじ引いた、私絶対いいの当たらんなと思って。めっちゃいいこれよかったやば、行ってないです。揺らした、めっちゃ。あ、ちょっと揺れてる揺れてる、あ、やばい、揺らしにくい人いる、やばい。阪神タイガース優勝祈願まだしてないんで、今度行きたいな。うん、ついてきてくれる。あ、だけ、うん、行きますよ、全然。私でいいの、逆に、うん、私が行く試合基本負けるんですけど、大丈夫ですか。うん、これ多分、ゆなたんが買ってきてくれた虎のアイス。え、すごい、タイガーアイスめっちゃうまい。何味ですか。なんかプリンの下のキャラメル食べてるみたい。すごっ。タイガース味、え、トラ味か、うん、ウィンクもあと何回公演できるんでしょうか。今日合わせて3回決まってるのか今。うん、昨日、うん、藤林さん、はい、っていうアナウンサーの方のお家行かせていただいて、うん、面白かったですすっごい親切にしていただいて。面白かったですが感想みたいです。皆さんめちゃめちゃ楽しかった。スイッチもしたし、うーん、でも私もね、いとこのお家行って、うん、めっちゃ久しぶりにアニメ見ました。嘘、うん、おもろかった。お、アニメって面白いなと思いました。普通におもろいよな。なんか知らないものを見たときに面白って思う、うん、アニメおもろかったな。フッチスマブラとマリオパーティーと桃鉄、桃鉄、うん、す、あのスマブラマジで難しすぎて。スマブラ難しいですよね。そう、みんな教えてくれてんけど、うん、うん、できなさすぎて、うん、なんか威張ってるだけとか挑発してた。私もスマブラ人の邪魔しかしたことないマジで。スマブラ好きなキャラクターはミュウツー、私1以外久しぶりにアニメ見ました。あとなんかワニみたいな、ワニみたいなキャラクターでやってました。その3つとカービィも好きですね ヘロアカまだ読んでないわ。みゆちゃんからもらったやつ読もう。もう正月終わっちゃった。正月に読もうと思ってたんですけど、ちょ、正月のんびりしすぎた。もうジェフィーのインスタ見てた。みんなインスタにコメントしてしてして、みんなインスタにコメントしてしてして、めでてよ。いや、明るさとか調整してる。あ、多分スマホの画面明るくしてます。あ、だからか。はい、キングクルール、あ、そうそうそう、あ、そうや、あ、何見たかは推しが武道館に行くまでみたいな、行ったらなんか死ぬみたいなとコミさんはコミショーですみたいな、行ったらなんか死ぬみたいなやつそれを見ました、ネットフリックスで。で、これはインスタライブでも自慢したいんですけど、スタッフさんがくれたカード、野球の今日くれました。ユイナがファンなら千秋楽と勝利どっち狙う、強い気持ちでどっちも狙うどっち狙うやろ。うーん、すごいな、すごい量、ほんまにキンキラキンばっかりで、ニシーさん、ニシーさん、おしぶどう、すごい面白かったです。めっちゃくれた、すごい、うん、面白かった、めっちゃめちゃくちゃな量あります。なんかリンマシンでできた何で分からへん、なんかリンマシンでできた。もうウィンク嫌なんちゃう。嫌だウィンクがいい。で
もなんかワクワクします。なんかグループ決まったらワクワクしますね。そうか、うん、分からへん、不安もある。まあ、うん、これどこ行ったか、もちろん。そしてじゃあなんか阪神以外の選手もたくさんいただきました。どうかね、ありがとうございます。千葉ロッテ、これはロッテめっちゃあるね。岡山が舞台なんや。そうなんや、ロッテめっちゃあるの。はい、それオリックスでしょ。見えてないしめっちゃ見えてないけどめっちゃありますね。チーさんと同じで嬉しかった。チーさんと同じになると思ってなかったです私。なあ、確かにレイちゃんとは同じになると思ってました。しおりさんとレイちゃんは一緒かなと思ったけど、大人の人に聞いたら、うん、チッヒーはもうその立場でしょって言われた。なんか支える立場、うん、なんか経験、キャプテン経験者だし、うん、腹を支えてさみたいな頑張ります。その言い方誰か似てるな誰かすぐ分かる、うん、でレアカードここから発表します。さっきのはちょっと余韻、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 予習、予習。はい、まずはこれね。じゃじゃーん、ほんま糸原さんの仲いいメンバー多いから300、全員喋れるから300枚中71枚のレアカード。これ糸原さんが着てたユニフォーム。いや、わからんわからん。布、うん、布ユニフォームなユニフォームの布入ってる。そう、ちょっと触りまくれるっていう、うん、変態チックな、すごーい変態チックなカードです。変態チックなカードがありますこちら、こちらね、布、布をめっちゃ触りまくってます。本物かなそして今日のみな MC 皆さんカオスになりそうなので楽しみにしてください松坂、楽しみ楽しみ。松坂大輔さんの300枚中191番目のユニフォーム。ユニフォーム松坂さんはすごいの本当に。どういうとこがすごいんですか。もうレジェンド中のレジェンドよ。今テレビ見てたらいっぱい出てくる。 NMB で言ったらさやかさん。おおあっちはノーマル。そうですね、今のとこノーマルでいこうかなと思ってます。すごくない？やばい、テンション高い、どうしよう。松坂の布ユニフォームの布、布です。すごくない？ちょっと布いっぱい触っちゃってます。そしてこれが見て、まず25枚中の15枚。コメントしてくださった方にはいいねしてます。で、これはすごい、広島の麻酔ひろとしさんの段、この布、うん、あのベイバッファローズの多分 B のとこかな。 NNB も衣装の布配っ、あのグッズにしたらグッズでよくないですか。一回やったで、ね、え、本当ですか。ライブ T シャツをこういう感じにしたの。うーん、ありだな。めちゃくちゃ布これはね、多分このワッペンのところが25枚分しか作れないから25枚中の15番目。何味？レモン。触ってます。リュウさんとは最近めっちゃ喋ってるんですよ多分これ2年ぐらい前のあれかな、2年ぐらい前のあれですね。カード欲しい、ほんまもらったメモラビアってやつ。じゃーん、慈悲の布も作ろうやん作ったらみんな争ってくれます。あー、ほんでこれなんか、うん、たまにあるやん、カードとか写真、今でもあるか、うん、なんか譲る、川上千尋元の出口みたいな、うんうん、絶対譲られてるからさでみんな譲られてるから、まあ、あのみんな求めてほしい、みんな求めてください。もしその布があったら、うん、みんな求めてください。
周りホワイトチョコレートでコーティングされて、うん、アイシングかなこれ。いや、ホワイトチョコレートですね。でもちょっとレモンの果肉も入ってるんですよ。うん、甘めのレモンの風味がします。求めますだって。求めて、布なくては求めるよ。求めてください。今日誕生日おめでとう。えぇ、うわ、大和石さんパワーじゃん、ありがとうございます。大和石。でも朝からやばい、今日ちゃんとご飯食べたけど基本なんか甘いな。食パンとヨーグルトがありました。実物コレクションするのって男子っぽいよね。そわそわする今日。ごめん、久しぶりやから。ごめんな。え、ちさのせい。ごめんな、ちさん、ちさのせい、うん、やっぱ最後にさ、うん、最後、最後にあるからさやめてやめて人の生誕でやめてしかもやめてほんまに。しかも今言わんといて、やるとしてもほんまに一瞬ビビったし、なんかちょっと構えてもうた。何言うんやろうと思ったよ、うん、なんか発表するかと思った。何も言いませんよ、もう手あげください。本当に嬉しい報告だったら全然してくださいね。悪い女やってほんまに皆さん嘘ですよ中日ファンですが、チェッヒー推しなのですが、いいですか。いいですよ、嬉しいね、悪い女だね。今こういうところも、いたずらっ子のところもチェッヒーさんだし。ルルナほんま悪い女やわ。私私私心臓に悪いって言ってます嘘です。明けも、明けおめです。もういくつ寝るとお正月。もう終わっちゃった。なんかさ、来年の正月はさ、マジで歌通りに過ごしたくない。お正月にはタコあげて、うん、駒を回して遊びましょう、うん、早く来い来いお正月やろ。なんか2番もあったっけ。いや、ありましたっけ。なかったっけ。でも私昔そうなんでしたよ。ちゃんとタコあげてたし、うん、駒を回してました、うん、マジ、うん、タコあげれたこと 2,3 回しかないんですけど、うん、難しいからタコあげるの。うーん、公園とかも行かんくなったもんな。何がですか。ああ、そういうことか。いや、この前久しぶりにシャボン玉しました私。うーん、友達と、うん、なんか暇やったから楽しかった。でもなんかやっぱ昔やってたことやると、うん、なんか懐かしく感じますやっぱり。うん、なんか一回でもシャボン玉流行ったよな。なんか映えるみたいな、うん、なんかブーンっていうシャボン玉入りましたよね、うんうんうん、なんかビレバンとかに売ってる。今日はハーフアップでもしようかな。2番はお正月にはマリついて、おいバネついて遊びましょう。マリをついたことないな。おいバネって何や。あ、これか。ハブ、うん、ハブ言った。確かに公園に行ってるもんな、お正月。あー、そっか、それがあるからね。タコあげれたことないねんな。チェヒの福袋めちゃくちゃ楽しみ。あ、そうだ、福袋ぜひゲットしちゃってください。あ、お餅食べてない。そういう、食べましたよ私。お雑煮の時だけ食べた。お雑煮ときなこ餅と醤油食べた。結構食べてた。お雑煮は正月の時食べました。 1月1日朝ごはんで。うん、あれや、白味噌やろ。あ、そうそうそう、白味噌じゃないとかあんねんな。え、そうですか。何でやるんですか。関東はなんか白味噌じゃなくてお吸い物みたいな感じの。へえ、って言ってた。あ、でも昆布で取ってたかな今年。なんかへぇ、うん、ママなんか言ってたな。おせち食べました。おせちは今年食べてないです。
福袋どっちがいいやろ。まあでもか、なんやろな、量が多い方が嬉しくないですか。グッズなんて何でもあっていいから、わかる。部屋いっぱい出口にしてください私はもうあのね、阪神タイガースのグッズがあの入れてるところがあんねんけど、入りきらんなんか3段ぐらいあんねんけど、いいな、入らん。えなんか私もそうやって集めれるようにいたい。集めてるもんほとんどないから、うん、集めてる、何集めてるやろほんまに。なんかでもコレクションしだしたら止まらんような。うん、確かにな。集めてみたいな、なんか。うん、始球式でど真ん中ストライク投げてバズろう。あやりたいな。おなんか勝手に決まってないけど、 YouTube も始めるって言ってまだ決まってないんですけど、始めれたら勝手に始球式までにストライク投げれるようになるっていう企画したい、うん、でもそれは始球式の式になった時すごいなんかいいですよね。うん、まあできるか分からんけどないや、夢は口にした方が。そろそろ終わろう。終わってちょっと、あ今ラビリンスフェイ行った、ほんまにもう出口あるわ、やばいんで収まらへん、2分に。 YouTube 大人を説得せずかか。そうなんですよ、公演頑張ります。今年の開幕投手か。よし、ランキングは見ますね。いやでもやっぱ青柳さんとかかな。13位達おじさん、12位アスマックさん、11位ルート君、10位サムさん、9位が翔君、8位がガンズ、7位がダイちゃん、さんかな、6位がコジリ、5位がしんのすけさん、4位が峠さん、3位が元気君、2位がユニ、そして1位がマグマグでした。1位マグマグ、ありがとう、ありがとうございます。今日はレナタンの特別な日です。ちょっと本当に久しぶりの公演なのかな、これは。いや久しぶりではないけど、なんかちょ新年一発目なんで気合い入れて、新年ってふわふわしても、わかります。なんか昨日まで休んでたからちょっとあれですが、ちょっと気合を気を引き締めて頑張ります。なので皆さんぜひ DMM などで見てください。劇場に足を運んでくださる方は楽しんでください。ハルトさん間に合わなさそう。クリーニング手術したんですよ。プレミアム手術、クリーニング手術、左肘のクリーニング手術っていうのをして、ちょっと開幕投手間に合わなさそうだなっていう話をさせていただいてますなるほど、難しい話でしたちょっと今年じゃもうちょっと頑張って知識つけますはい、じゃあ出口少年も終わります。公演楽しみにしてくださいね。頑張ります。2日しか休んでないじゃないの。そうなんです、そうなんですとか言ってそうなんです。まあでも普段通りですよね。そうですね。もう正月終わったんか。もう2022年でしたですって。2022年、今年は2012年からNMB にいるので10年ですね。秋山なんてのはいいね。秋山さんもいいと思いますね。やっぱ青柳さん、秋山さん、伊藤さんは昨シーズンも2桁勝利だったり新人賞だったり、新人のなんか賞も獲得したりとかしてやっぱ活躍してたんで開幕投手には近いんじゃないかなって思います。佐伯選手も見たいですね。早く練習してましたもんね、あの秋季キャンプで。ゆいな
妥協にするかいなちょっと写真を探さなきゃかんなと思って。芸人からも10年。そうですね。藤波さんも応援してます。あと村上選手、村上投手もなんか休館でしたっけ、ファームの。すごいなと思って、ちょっと一軍でもまた見たいですね。うん、村上さん、アフリカン競馬してましたけど大丈夫そうですか。大丈夫そうです、大丈夫そうですっていうか、ストーリーが面白すぎてめっちゃおもろかったストーリーめっちゃおもろいのよ。どんなストーリーなんですか。なんか恋人はサンタクロースってやつあった、はい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 、で藤波慎太郎さんっていうねんけど、うんうん、のストーリー上げてた人が、うん、なんか恋人とジムなおに使っていいよみたいな写真あげて、うん、恋人は慎太郎背の高い慎太郎みたいなめっちゃ笑ってるストーリーにあげててスクショしたもんめっちゃおもろかった、めっちゃおもろくてよかったよかった、笑っててよかっためっちゃ笑ってるやん壺に入っちゃってるしもうほんまそれみんなに送りつけたいぐらい面白い、ほんまにいためっちゃおもろかったほんまおもろいよ、無理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 、見ためっちゃおもろないあれ寒い、やばい、寒いとか寒い、うん、抑えが心配、抑え抑え、私ゆうなのことワンちゃんに見えるでもよく言われますよ、なんか子犬みたいってなんかこうしちゃうさっきもリハ前やってた、うん、おもろい、君の愛はガツキュンとキュンやばいやばいテンション今日やばい人多いよ今日テンションやばい人多め、わあ。ほんまに怖い、今から通そうかな、餌代かかりそうやって確かに否めない、いやウマ娘マジユニフォーム変わったね。ね、あのユニフォームも買わないとまた新しいやつ。馬娘やったことない。馬娘？あ、BM ですか？うん？馬娘？馬娘。それ。なんか馬で競争する。馬を擬人化した女の子たちがおって。それが競争するゲームそうなるんですね。あんねんけど私やったことないけど CM とか TikTok で流れてる曲は君の愛はあやったことはないな。作ってきますね。何を？例のものを。行ってまいる。いってらっしゃい。では私もそろそろ終わりたいと思います。13位浜翔さん、12位カニオさん、11位カオルさん、11位ヒカツさん、
9位ジェフさん、8位ムテキンさん、7位プントさん、6位ジェロさん、5位ツルさん、4位おでん屋さん、3位タッチャンさん、2位ラッキーさん、1位ヤマトシさん、うん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。公園でまた会いましょう。バイバイ。頑張ります。グータッチ。